クローステルカンペンの戦い、またはクローステルカンプの戦いは7年戦争中の1760年10月15日、フランス軍がイギリス軍に勝利した戦闘。1760年秋、イギリスやハノーファーの連合軍の指揮官、フェルディナント・フォン・ブラウン・シュバイク・ボルフェン・ビュッテルは、フランス軍によるハノーファーへの脅威に対処しようとした。彼は牽制として、 ブラウンシュバイク・ボルフェンビュッテル公使、カール・ビルヘルム・フェルディナント率いる2万の軍勢を派遣してライン側東岸のベーゼルを包囲、フランス軍を西へ引きつけようとした。フランス軍はベーゼルを守ろうとして立兵側の河口でライン側にかかっている橋を燃やし、またドカストリー公爵が増援を連れて急行していた。カール・ビルヘルム・フェルディナントはベーゼルを包囲して浮橋を二つ作り、 ライン川西岸のクローステルカンペン地域で、ドカストリー公爵を迎撃しようとした。ジョージ・オーガスタス・エリオット率いる前衛には、プロイセン軍のニコユサール大隊、第一ロイヤル竜気兵連隊、第6竜気兵連隊、第八十七不評連隊、第八十八不評連隊がおり、本隊は2個敵弾兵大隊、第二十不評連隊、ロイヤルウェルシュ・フュージリアーズ、第二十五不評連隊、 ハノーファー軍2個大隊、そしてヘッセン軍2個大隊だった。本隊の後ろには、第10竜騎兵連隊とハノーファーとヘッセンの10個、騎兵大隊など騎兵が配置されていた。さらに、第11不評連隊、第33不評連隊、第51不評連隊とヘッセン軍5個大隊が、予備軍として本隊から数マイル離れたところで、待機していた。 ドカストリー公尺戦闘は夜中にイギリス前衛がフランス軍をクローステル艦船から追い出し水路にかかっていた橋を占領したことで始まった。フランス軍本体は抵抗するフランス軍の法制で戦闘に気づいた。やがて夜明けが訪れるとイギリスとドイツ不評は前進してフランス軍を攻撃、ハイランダー連隊は後ろからフランス軍を襲撃して撤退させた。 ドカストリー公爵は予備軍を投入撤退する敗山兵たちを再集結させて連合軍に反撃した。反撃で連合軍の隊列が乱れるとフランス軍は連合軍を水路の先まで押し返した。連合軍の予備軍を投入しようとしたが数マイル離れているせいで時間がかかってしまい連合軍はじりじりと後退した。水路の西端ではエディオットが イギリスの三国騎兵連隊に突撃を命じ、フランス軍の進軍を阻んだ隙に連合軍が川の北岸を奪回した。そして、ようやくやってきた予備軍の援護で、連合軍の不評は足場を固めることができた。ここで、カール・ビール・ヘルム・フェルディナントが、ライン側への撤退を命じた。ライン側まで撤退して、橋が燃やされたことに気づいた連合軍は、 橋の再建に二日かかることもあって窮地に陥ったが、フランス軍が追撃しなかったため撤退に成功した。敗戦の知らせはイギリスでは失望を持って迎えられた。増援を派遣したばかりだったため、よりかんばしい戦果を期待したのであった。一部では指揮官のフェルディナントの能力を疑問視する声もあったが、フェルディナントはバールブルクの戦い、フィリングハウゼンの戦い、 ビルヘルムスタールの戦いと連勝したことで、ハノーファーを守り、お名を返上した。